牧牧師牧牧信から1934年4月29日は、日本の官僚、政治家、実業家、県知事、衆議院議員、陽名、千太郎、非全国南高木郡島原村新岳で、島原藩士、巻間成の長男として生まれる。1875年1月、長崎県東海一等出資となる。同年2月、 福岡県に展示準後投出し、地祖改正係に就任。以後、文夫、県相続、県警部心得、相続などを歴任。八百八十年四月、大城官に展示四投属、内務部勤務となる。以後、審理局御用係、三次院員書規制、同義官補、法制局三次官、数密院員書機官などを歴任し、八百八十九年三月に、 体感した。その後、総武鉄道株式会社の創立委員長となり、1890年1月、会社設立とともに社長に就任し1892年11月まで在任した。1890年7月、第1回衆議院議員総選挙に、長崎県第3区から出馬し、芝三九郎との接戦を制止当選。大政界に属した。 1892年2月、第2回総選挙でも、芝と大接戦となり当選。中央交渉部に属し、衆議院議員を2期務めた。1894年3月の、第3回、第4回総選挙では芝に敗れて落選した。1879年5月、陸軍賞コインとなり、台湾総督府設置に伴い、民政局内務部長を心得に就任。以後、 民政局停審部長を心得、台中県知事などを歴任。1896年8月、青森県知事に転じた。自由統計県会議員と対立し、1897年10月、県会で知事不信任案が可決され、県会は解散となった。同年11月、愛媛県知事に移動したが、2ヶ月後の1898年1月、 内務省警保局長に就任し、監獄局長心得を兼務した。警察監獄学校の設立に尽力した。1898年7月に警保局長を退任。1898年11月、農商務省水産局長に就任し、さらに農務局長を務めた。1907年12月に退官。その後、大日本水産会理事長。 日本缶詰協会長、大日本水産工芸協会長、大日本水産会副総裁などを歴任し、水産業の振興に尽力した。ありがとうございます。